させていただきます、えー。今まではね、結構いろんなデックをこうまあ、紹介してきたんですけども、えー、いよいよですね、えー、待ちに待ったデックがですね、えー、来ましたので、それをちょっとお目見えしたいなと思います。えー、これはですね、えー、11月の28日に、えー、まあ、申し込んでですね、えー、まあ、3ヶ月ほど経ちまして、えー、まあ、やっとこう届いた。 あ3ヶ月じゃないですね。2ヶ月ですか。2ヶ月ですね。2ヶ月ほど経ちまして、ようやく来たデックになります。なんとね、1つあたりがなんと298円というね、超格安ですよね。100円ショップで売られているね、本格的な、まあダイソーのこう、まあマジック用品といったらサーカスというね、デックがあるんですけども、このサーカスは100、8、110円ということでね、これまた非常に安いんですよ。 えー、で、このサーカステックのね、えー、いいところをこうね、えー、あげますと、あの、赤いデック時代にはですね、えー、なんとテーパード加工がこうされていたと。ただ、テーパード加工といっても、えー、されてるものとされてないものがあって、えー、これはね、おそらく印刷のズレとかね、そういったものでこう、生まれたんじゃないかな、っていうことが、ま、指摘されておりました。で、まあ、これはね、えー、人によってはメリットと答えるかもしれませんし、デメリットとね、答える方ももしかしたらいるかもしれません。そして、青いデックが販売されまして、この青い デックにはです、ね、今度テーパーパド加工を外された代わりラフ加工がなされていたんですねでラフ加工の、ね、良さでいきますと、えーまあ、この、ね、デックがあるんですけども、これインビシブルデックっていう、ね、デックなんですけど、これラフ加工されています。えー、ラフ加工されているので、裏と表がこうくっつきやすいんですね、これね。裏と裏がこの赤い面があると思うんですけど、この赤バックのところがラフ加工されていて、くっつきやすいという,こう性質があるんですね。 えー、ですので、まあ、こういった、ねえーまあ、デックを一、ね、つでも持っておくとまあいいというところで、ね、これがなんとサーカスがラフ加工されているということで、ねえー、これが、ね、なんと手作りで、えー、作られてしまうという、ね、まあ、これを、ねえー、見つけたのは手品オ子さんという、ねまあ、YouTube をこう古くこうやっている、まあ、YouTuber 系マジシャン,マジシャン系 YouTuber の方でございます。 はい、ということで、ね、ちょっとね、前持ちが長くなってしまいましたけども、えー、デックレビューの方をさせていただければと思います。それではね、ちょっとね、デックを取りに行ってまいりますね。えー、デックはね、どこにあるのかということなんですけども、えー、赤と青がありますね。赤と青がございまして、どちらをね、開封してもいいと思います。えー、ちょっとね、ここ最近はね、赤カ,カ開けてるような気がしますので、えー、まあ、ちょっとね、えー、この辺でね、ちょっと青を開けさせていただければと思います。 一応ね、どちらもね、ちょっと見せておきますね、赤多をね。これをね、6個ずつ、合計1ダスを購入させていただきました。まあ、非常にね、色もこうね、良くてね、シンプルなデザインなんじゃないかなと思います。はい、えー、これね、インビシブルデックというね、まあシンプルな名前ですね、インポッシブルカンパニーというですね、アルスさんというね、マジシャンが経営する、えー まあ、あの、マジックショップなんですけども、まあ、アルスさんといえばね、えー、結構、まあ、ここ最近というかですね、ここ数年、まあ、ちょっとね、名前が出てきたまあお方ですね。まあ、アルスバックというですね、まあ、自分の名前を入れたね、デックをこう、販売されたりというね、えー、まあ、そういった、まあ、トランプというかですね、えー、作ることにこう、まあ、力を入れている方ですね。で、このトランプなんですけども、 まあいいところ一つあげますと、まずはこれシールがついてません。これね、シールついてるとね、これめんどくさいことになりますからね。はい。でね、どうしてもね、ちょっとね、えー、あんな感じで, 1, で1ダス買ってしまうとね、どうしてもね、一つずつこう減らしていくのがちょっともったいないっていうね、ちょっと人間らしさがちょっと出てしまうと,ところもまあ当然あります。 で、私がね、えー、こう、ちょうど見た限りはですね、えぇ、ー、何でしょうね。あの、泉圭介さんが作っていた、えー、そのデックにちょっと近いのかなというような気がしていますで。まあ実際に泉圭介さんもね、同じようなことをおっしゃっておりましたね。この色はちょっと若干ね、 まあ、あの、淡いような感じがするっていうところで、まあ、ちょっと似てるのかなっていったところでした。えー、フェイス面はこんな感じですね。えー、これがスペードのエースになります。はい。そして、えー、まあ、ジョーカーとかキングとかいった F 札に関しましては、これはね、ちょっとね、えー、まあ、あのー、まあ、ブレーシックルと、まあ、さほど変わりはないって感じですね。で、特にギャフカードは一切ついておりませんでした。で、裏の模様はこんな感じですね。 はい、えー、こう、ファインフラゲやったときにね、こう、綺麗に美しく映りますよね。で、ジョーカー2枚が付いておりました。えー、同じ模様ですね。はい。まあ、この辺はね、まあ、好み分かれるかなと思います。で、えー、まあ、トランプはね、えー、まあ、一番よく触っているであろう。まあ、藤井明さんが言ってたんですけども、このデック非常に使いやすいそうです。まあ、実際にね、こう、ね、やってみた感じですけども、まあ、まず滑りやすいですね。 え非常にこう滑りが良くて、まあ新品のね、まああれなんでね、まあどのトランプにも言えることなんですけども、非常にね、まあいいのかなと思います。はい、じゃあですね、えー、ここからが、まあ、今回の見せどころなんですけども、うん、まあ滑りはいいですね、滑りは良くて、硬さはどうでしょうか。あ ドリブルしただけでも分かりますね。柔らかいです。比較的柔らかめな素材を使ってますね。ら柔らかめな存在なのでね、水を多く含んでいるのかなと思います。それではですね、えー、フェローの方をやっていきたいと思います、えーで。このフェローの方なんですけども、これがね、何度7回やればね、元々に戻ってしまうというね、えー、そういったものがこうあるんですね。はい、これが下のパケットですね。で、これが上のパケットになります。 え下のバケットをね、こんな感じで組み合わせていきますね。えー、テできるかなと。まあ、新品のトランプなんでね、どのトランプにも言えることだと思うんですけども、まあ、フェローシャッフルは、あーまあ、どうなんでしょうかね。結構私、あまりフェローシャッフルはね、あの、あまりそこまで多用しないのでね、あれなんですが、 ちょっと裏向きだとちょっと入りづらいのかなっていうところはありますね、これね。あー、なるほど。こっち向きのデザインでしたね。この裏向きで裁断されているようでした。えー、まあ、どっちでもね、入らないっていうわけではないんですけども、ちょっと若干僕的にはこっちの方がちょっとね、はい。そうですね。こっちの方がちょっと入りやすいってい感はありますね。こんな感じでね。 えー、なっておりますので、えー、なんか若干なんですけども、こっちだとちょっと若干入りづらいのかなっていう、認識ですね。まあ、はい。えー、まあ、完璧に、まあ、一応入るには入るんですが、ちょっとあのー、裏向きと比べたらちょっとあれなのかなと思いますね。はい。そうですね。若干そうですね。 えー、そんな感じがいたします。じゃあ、これちょっと2回目ちょっと行ってみましょうかね。えー、実際にこう7回ね、えー、動画上でね、成功されたことは一度もありませんし、えー、実際にね、本当に元に戻るのかっていうのね、実験を試したこともないですからね、えー、世の中でね、えー、まあ、試した方っていうのは結構いらっしゃるかもしれませんけどね。 うん。どうしてもね、ちょっとね、こう、裏向きでね、確かめようとすると、これがまた難しいんですよ。うん。難しいですね。えー、これ一つ一つね、噛み合わせていくのがけ結構ね、時間が必要だったりします。まあ、私は決してそこまでね、えー、まあ、下手っていうわけでもないし、上手いっていうわけでもないんですが、 ちょっとなんか噛み合わせ感がちょっと嫌だったりしますねちょ。ちょっとね、ちょっとだけやり方を変えてみますね。裏向きがね、ちょっと入りやすかったっていうね、えー、イメージがありますので、ちょっと裏向きで、えー、やりたいと思います。なんでしょうかねこれ、裏向きでやるマジシャンの方がまあ多いからなのか、まあ、裏向きでまあ、ファローが入りやすいような仕組みになってるような気がしますね、これね。 まあちょっと今ちょっとパーフェクトになってなかったんでね、ちょっと抜いてしまったんですけども。 はい、えー、これで2回目ですね。はい、えー、2回目。で、えー、まあ、これで一応3回目にかな。3回目ですね。で、まあ、どう考えても、こっち向きですね。こっち向きでファローした方が、若干、まあ、僕個人的にはやりやすいですね。はい。まあ、これは人にもよると思いますし、まあ、あの、トランプというかですね。 ええー、まあ、その質の、まあ、加減というかですね。まあ、そういったものも、こう、関わってくるんじゃないかなと思います。あの、パーフェクトシャックルをね、あまり多用しない方も、こうね、えー、まあ、中にはいらっしゃいますからね。はい、えー、まあ、どう考えても、こちらの方が入りやすいですね。ただ、パーフェクトフェローにちょっとなってないので、ね、ちょっとあれなんですけども。 なかなかちょっと綺麗に入ってくれませんね。えー、これもしかしたらね、2パート目にこう続く可能性もちょっとありますね。はい、ということでね、えー、本日はちょっとご視聴していただきありがとうございました。ちょっと10分動画でね、えー、ならなかったということで、ちょっとで、ね、次回の動画に、えーえー、続いていきますのでね、えー、ぜひよろしかったらまたそちらの動画もご覧いただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。